怖かったな、でも首絞めとかはありました。あ、全然首絞めちょっと激しいやつ、うん、首絞めたりこう。それは好きなんですか、首絞められるのすごい顔してる。いや、顔、もう貝の顔だけでいいんじゃない今回の動画。朝倉貝の部屋。え、これいいじゃん、これ。出張先のビジネスホテルでずっと憧れていた女上司と、まさかもまさかアイディア宿泊。設定が長いですよ。あれね、設定が好きなんですよ。嘘は嘘はどうですかね、取られ。今すごい。いいですか。こちらです。ちょ前ら何やってんの。海君どうでしょう、お気に入りのネトラレは。そうですね、ネトラレ新聞ちょっとね、やめろよ。お前これ動画できないですよ。できないです。大丈夫です、大丈夫です。今ずっと見てました、上で。面白い。誰かわかりますか。え、こちらの方ですね。そうです、そうです、そうです、そうです。やめろマジで、本当に。そうです、本当にやめろお前。どうでした、マジで。どうでした。超恥ずかしい。でもその多分格闘技の練習そんなにしてないですよね、だそこまで。前日に2本かな撮影が続いてて、ジムにも行けなかったんですよあんまり。一人だけ違う練習してた。スタミナだけつけた。何を言ってんだ、何を言ってんだこいつは。ハンカチだけ取り行っていいですか。ごめんなさい、ハンカチだけ取り行っていいですけど。ごめんなさい、何をやってるんだ君は。冷房がない、ちょっと聞いてない。1週間前ぐらいはしてたんですけど、なんだろう。ちょっと1週間前から始めたんですかね。あ、ちょっと違いますよ。常にね、うん、やってるんです。なんかそのジムと、キックボクシングみたいなのやつがなんか一緒になってて。あ、そうなんですか。そうなんです。え、じゃあそれはどんぐらい、何年ぐらいやってるんですか。半年ぐらいですね。半年か。短いな、だいぶ。いや、でもオーディションの時の落ち着きは、もう本当に5年ぐらいやってる。そう、違うんですよ、あれ本当に眠くて。眠かったんだね。だるかったんだね。だるくはないんですよ、眠くて。そう、眠かったんです。とにかく会見も来なくてね。寝てた、もう会見の日は。会見の日は本当はね、その事前に連絡くれてたんですよ。あの、そんなのにばっくり音が、予定が入っちゃってどうしても行けないですっていう連絡を。そうだったの。カイさんがバックレたって言ってから私めちゃくちゃツイッター叩かれました。本当に最高。カイさんバックレたって、僕が運営側としてそれをその話をなんか共有されてなくて、そのせいで勝手にバックレたみたいなことを言っちゃったんですよ俺が、うん、そのせいでみんなになんかバックレたバックレたみたいな感じで言われちゃって、ごめんなさい、全然完全に僕のせいです。大丈夫、本当にそれは本当に大丈夫です。1分ってでもあっという間だった。そう、あっという間ですよね。1分での練習をしてなかったんで、うん、試合運びが全然分かんなくて、うん、そうですよね。多分練習不足じゃないかなと思いますけどね。すごい練習不足。本当に練習不足だと思います。そう、格闘技の練習もしっかりしてもらったもん。もっ、どういうことですか。寝技の練習はしっかりしてると思うんで、立ち技の練習はしっかりしてもらってね。立ち技もある程度はしてます。どっちの立ち技ですか。やめましょう。この AV をなんかやろうと思ったきっかけは何だったんですか。 AV やろうときっかけ…ちょっとやろう…なんで笑ってんの。気になるよ。今の顔がやばかった。やばかったんですよ。彼の顔が俺ちょっとツボだった。なんだなんだ。インタビュアーみたいな。インタビュアーの AV の放送の…そっかそっかそっか、最初のね、最初のね、最初のね、今日はどういった理由できたのみたいな。そんな経験人数は何人ぐらいなんですか。素人だ。やめてくださ い, ういうだって、でもちっちゃい子がなんかお父さんとか お母さんに寝取られて何人か聞き始めたら結構まず気まずい。そう、寝取られみたいな、そんなことはどこで知ったのってなっちゃうじゃないですか。でも今流行りですか。流行りなんですか。流行りですか。漫画とかでも結構流行ってますよね。まあまあ確かに、確かにコンテンツとしては、はい、そうなんだって。一番精通してそうな人が何を言ってんすか。いや別に俺ネトラレはそんな好きじゃない、正直。正直じゃあ何が。そうか、ダメだ。正直カットが入っちゃう。いや別にカットじゃないです。なんだろうな、あのめっちゃプライドの高そうなサバサバしてるなんかお姉さんが、なんかその夜になるとめっちゃその M になるって。わかります。よくない。
結構普通だった。結構普通だった。いやでも。わかるわかる。いや、わかんないよ。わかんない。なんかそのギャップみたいな。わかりますよね。あ、じゃあぜひ。結構そ、これがそっち系ですね。やばかったな、でも。首絞めとかはありました。あ、全然。首絞め。ちょっと激しいやつ。首絞めたりこう。それは好きなんですか？首絞められるの。すごい顔してる。マジ顔、もう貝の顔だけでいいんじゃない今回の動画。すごい顔してるよ。で俺何の準備もしてきてないからね、今日は。もう突然始まってるから。確かに。一番きつい。検証動画ですから。じゃあ、そうですね。帰ったら見ます。あ、ぜひ。ぜひ。いっぱい見てください。あと私、めっちゃ共演の水着で泳ぐから、ちょっと見せたくない撮影。競泳水着も 逆にいいんだよ。競泳水着は逆にいいんだよ。監督がめっちゃ反応してるけど。ありますよね、そういう AV なんかさ、あの競泳水着のさ、それは知らない、それは知らない。貝のその見たやつは知らない。よくあるよ、そういうシリーズは。あるよ、ね、見たことあるよ、ね、知らない。じゃあ泳ぎバトルは次回ということで、ね、競泳水着はお預けっすね、監督。次回競泳水着着るときは庄司さん呼ばないで。絶対呼ぶわけないじゃないですか。監督呼ばない。趣旨がちょっと違うくなっちゃう。なるほど。俺は大丈夫、呼んでくれる。いや、危ういです。危うい。持ってくるかもしれない。いや、俺は体育の先生でこう笛持ってさ、ジャージ。寒い結構寒い。母さん泳いで。いや、深さがもうちょっといりますね。深さもうちょっといりますね。めっちゃ冷たいけど。めっちゃ冷たい。いや、マジでめっちゃ冷たいよ。じゃあはい危ない、この人は本当に本当に危ない。カラーが普通の人じゃないから気をつけて。ちょっと食べたからお腹出ちゃってるんですけど。お腹出てるって言い訳してますよ。まあ、割れてないです、割れてないです。おー、甘いです。すごい、甘いです。スタイルよ。やばいですよ、これは。やばいね。これはすごい。あ、来た。ゴーグル持ってますから、ゴーグル。続きは、ここから、パンちゃんのチャンネルで。おお。あ、じゃあパンちゃんの水着はもう終わりですか。大丈夫か、大丈夫か。大丈夫か。大丈夫か。パンちゃんの水着を見たい方はパンチャンネルで、ここに向かってくる途中のドライブ動画は庄司チャンネルで撮りましたんで、どんなこと話してるんですか。まあそれは見てのお楽しみですよ。3チャンネルコラボになりますんで、皆さんぜひね、全然見てください。最後までご視聴ありがとうございました。